緊急で今動画回してるんですけど、夏の配信に急遽出してもらえるようになりました。緊張します？でも緊張はしてます。いつも見てる鍋チャンネルさんなので。工場見学ですか？工場見学みたいですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。駒田です。よろしくお願いします。鍋です。よろしくお願いします。めっちゃカメラあ、レース見ます。あ、どうぞどうぞ。これレース見ます。レース見ていいですか？あ、いいんですか？レースです。ここが見やすいと思う。はい、いつも見やすい。はい、モニターからこれ見てました。あ、見てます。はい、裏実況は見たことある？裏実況はないです、ね、ないです。 YouTube とか。あ、そうなんですね。流れてるんで、はい、すごい。ぜひ、はい、これも見てください。はい、お願いします。あ、こんにちはそう見てます。あ、本当にあ YouTube を見ていただいてますか？はい。あ、ありがとうございます。さっき食堂でめっちゃ嬉しいって言ってました。お嫁さんが大ファンで。誰のですか？ありがとうございます。奥さん、奥さんすごいファン。渡辺です。よかったな、ステッカーを。あ、ありがとうございます。可愛い。ありがとうございます。駒田さん、田中さん。はい、田中です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あのカメラで映るんで。はい、わかりました。もう2人で始めてもらって大丈夫です。2人で、そんな後ろに見とくんで。はい、はい、貼ってくださるみたいな。貼ります。すごいんですよ。上野選手、山地選手、田辺さん、井口選手。いいですか？こんにちは。こんにちは。急に人が変わっちゃって。BTS 宮城チャンネルから田中夏実と駒田ひろかが来ました。お邪魔します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、すごい、映ってる。スペシャルゲストです。はい。お二方、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。BTS 宮城チャンネルさん。はい。これ船券買ってるんですよね。買いました。買いました。お、はい、私は14頭の234234です。おー、私は1の23236で124123をまたちょっとプラスで買ってて、あと2頭の213214別に買ってます。はい、当たりますよ。当たりますか？すごい心強い。当たる当たる。4本目ですかね、うん、あ、4からですか。さっき鍋チャンネル見てて出てて4入れました。4入れました。はい。あ、ちゃんとスタートいってる。スタートいってますね。今攻めていけんね。明日は。あ、2本。うわ、うわ、切ったよ。あら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 。やっぱり逃げた。どうなってる？4はこれ。ダメか。136とか。4は。もういい感じだったけどね。6が？おお。あら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 。これはこれは。13はあるぞ。あります？ある？6は？6もあります。あらあらあら。13、6。さすがでございます。すごいです、迫力が。水面から見ました？はい、11レンズ下で見させてもらって。すごいですよね、やっぱ生で見ると全然違いますよね。実況もない世界ですよね。うん、ファンだけ。うわー、マジか。なんかね、このスタジオ来た人ってね、いきなり来てポッと当てて帰ってきちゃった。マジで。さあ、今日も6本目だ。おー、2番組いた。今日もまた7本チャレンジ失敗じゃん。6! おめでとうございます。素晴らしい。すごい。素晴らしいですね。いくらつくのこれ。いくらですかね。何番人気だ。いいね。やべ、ドキドキするじゃん。これはいいでしょ。ドキドキするね。ドキドキしちゃう。あ、
もったいぶるもん。ね、すごいもったいぶる。長いね。長い。早く出して。全部ね。おお、すごい。ちょっと340円。いいのね、500円持ってるから。これは高いね。やったー。すげー。何かカラツで美味しいものでも食べてください。確かに。そう、めちゃくちゃ頼めるんじゃない。確かに美味しいものいっぱいあったもんね、下でもね。ね、ありました、うん、はい、食堂で食べてきました。はい、食べました。ちなみにカラッキー食堂では何をチョイスしたんですか。あ、しかも私、はい、カツカレー食べたんですよ。おお、カツの、はい、が勝負だね。11、12って当たってます。そうだ、すごい。これは願掛け成功や。すごい。気づいた人がいるよ。お、夏みかんとピーちゃんじゃないかって言ってた。ありがとうございます。嬉しい。気づいてくださった。ピーちゃんって言われてるんですか。ピーちゃんって呼ばれてます。なんでピーちゃんなんですか。夏みかん、はい、そうです。ピーちゃんに鍋チャンネルの話したら興味なさそうだった。え、ちょっと誰ですか。なるほどね。今仕方なく来てくれたんですね。いや、違う、仕方なく。まず誰ですか。出てました顔に。誰、ね、ちょっと、まるさんとか、ね、興味なかったんですか、実は。まあ、いやいや、ちょっと当たったけんね。もう興味ありありですよ。ねえ、まるさん、ぜひね、みやきのチャンネルも、はい、あの来た、画面、はい、来た、みやき来てくださった方、はい、ステッカーもお配りしておりますので、ぜひ声かけてくださったら嬉しいです。はい、普段はみやきにいらっしゃる。みやきも結構行きますね、月2ぐらい、月2、3ぐらいは、はい、で、あの一般席の方でも予想したりしてるので、あ、そうなんですね。はい、ぜひ声かけてください。はい、この模様も上がります。またあ、いいですか、上げてください、ぜひ。あ、嬉しい。出るんで、はい、ラブチャンネルもよろしくお願いします。ラブチャンネルもよろしくお願いします。相互フォローお願いします。相互フォロー、確かに相互フォローお願いします。うちもお願いします。毎日毎日毎日やってます。あの、予想の方の寺田さんが、あの、寺田さん、予想用の方、ラブさんとお友達っておっしゃってたんですけど、お友達ですか。寺田さん、テラタスです。テラタス。寺田さんですね。あれ、なんか一般ちょっとね、人覚えが悪いんですよね。寺田さんがもうお友達なんだよと。自分友達一人もいないんですよ。あれ、あれ、寺田さん、これはじゃあ寺田さんが、これは寺田さん嘘ついたな、これ。ああ、ちょっと面白いな。寺田洋次さん。あ、洋次さん、あ、わかります、わかります。はいはいはい。それがそこでわかるんです。でもお友達とかじゃなくて、知り合い。知り合い、はい。ビジネスパートナー。向こうの上なんで友達って僕言った。あ、なるほど、ね。よかったね、本当だったね。でも、あの、ちゃんと知ってて安心しました。確かに。結構チャンネルも、うち、宮城来ていただいて。そうなんですよ、予想していただいてて。結構寺田さんも仲いいんじゃないかな、はい、そういう予想してるので。でもあんまり当たらないです。あ、僕だってね、当たらない時いっぱいあるんですから。収録の時はですよね、収録の時は普段は当たってるんですよね、はい、当たりづらいという当たりづらい。右側リボンがいっぱい、右側にいっぱい、あ、本当だ、ね、小学生なら知ってたら、あ、ぜひ読んでいただきたい。色目もぴったしね。学識問題クイズとか、いっぱいある。問題出してみます。問題え、出してほしい。全然大丈夫です。じゃあ僕に勝ったら、はい、僕のクオカードあげます。え、いらんかもしれない。いいんですか。いいんですか。欲しい欲しい。じゃあ負けたら宮城のクオカードじゃあ、はい、1対1や、1、あ、そっか、そういいですよ。じゃあ追いつく可能性あるね。10万ポイントあげてもいいですか。最後10万ポイント最後は10万ポイント差し上げます。10万ポイント。じゃあいきますよ、うん、はい、これにしよう。世界の問題です。世界で一番平均気温の高い都市がある国はどこでしょう。うわ、これニュースで見たよ前。本当？何だっけ。聞いたら分かるんじゃない。高いでしょ。高いよ。3択あるからね。3択あるから。聞いたら分かるの。高い都市がある国って。都市がある国やもんね。いくよ。あ、いいよ。1、インド。2、スーダン。3、タイ。豚が豚がおった豚がおった。スーダンで豚出てきてしまった。スーダン言われたらすぐ豚が豚出ちゃって豚いたよね。豚いた。笑いすぎやろ。インド。俺ね、もうね、三択出る前から1インドと思ってた。インド、スーダンですね。
え、今コメント読みました？俺は読んだけど、もう1って選んだ後に読んだね。変えない変えない、調整しないから、私スーダンで、スーダン2番、はい、わでも私も2かな、スーダン、はい、正解は、うん、あスーダンです。やったー、すごい、よかったよかった、全勝、よかった、全勝だ、すごい、一番常識ある、ナテンも負けてクイズも負けてどうするの、うるせえな。わっ、カードが出まして、私たちありがとう、おお、すごい、え、かっこいい、それぞれソロで名刺みたいなクオカードを作っていただいておりまして、もったいなくて使えない、渡辺牧原のクオカード単体の、団体、じゃあ1枚ずつ、どっちがいいですか、あ、じゃあ、牧原さん、なんで2人と、牧原さん2枚で、2枚で今牧原さん2枚で、ありがとうございます、はい、はい、ありがとうございます。持ち挨拶的なのあるんですか、あ、そうだ、そうだ、キャッチフレーズ的な、キャッチフレーズ的な、わ、ちょっとアイドル時代もないんですか、はい、じゃあ紙、牧原さんがやります、あ、いいですか、はい、お手本やります。あなたが欲しいのは弥生土器、縄文土器、それとも土器土器、おまゆこと牧原まゆです、やったっけ、かわいい、すごく恥ずかしかった、あのこれ強要されたんですよ、これ欲しいです、でもやる、私たちもお邪魔させていただいたのでクオカードを、はい、ぜひクオカードをプレゼントさせていただけたらと思います、はい、はい、クイズには勝ちましたけど、差し上げます、はい、優しい、お邪魔しました、ありがとうございます、いただきます、かわいい、いいですね、このクオカード、ムカちゃんつけて、本当だ、ちょっとなんかミカジさんつけてる、つけとる、え、なんで、あ、黄色すぎるとか、緑じゃないのに、あ、やだ、すいません、やだ、やめて、あれ、ちなみになんかお二人推し選手とかいるんですか、推し選手は、私はあの一回お仕事させていただいて、対談させていただいた大橋瑠璃、おお、大橋さん、はい、あと大山千尋さんも一回お仕事させていただいて、お二人ともすごい優しくて可愛かったです、そうですね、優しい、はい、あ、もうよかった、なので出てたら買っちゃいます、おお、うん、次ガマゴーリはプレイリスオールスター2人とも出るんで、おお、そうなんです、ピーちゃん、ピーちゃんの池田浩二さんです、池子さん、やっぱり池子さん、はい、ボートレースをこう始めて一番最初の大きなレースで優勝されてて、それですごいなんか、あ、爽やかなイケメンな方がいると思ってそこから注目してすごい活躍されてるので、今後も一押しで、すいません、すいません、そうそう、お時間が、ちょっと出さないでいただいたのに、そんなあと2時間ぐらい、一つだけお二方がいらっしゃる日とかはホームページ確認すれば出るんでしょうか、三宅のツイッターの方で、三宅小口洋さんツイッターで、はい、じゃあツイッターの方もフォローしていただいて、ぜひお願いします、お邪魔しました、お邪魔しました、外れ券持って帰ってください、ダメですか、置いて帰ってください、ダメです、ダメです、みーちゃんをしっかり帰ってください、持って帰ります、背が高いですね、本当、確かに、あ、ちょうどいいですね、ちょうどいい、何の何の172です、172いきます、はい、もう一枚いきます、はい、見ますね、あ、ぜひ、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、スタッフの皆さんもありがとうございました、気をつけて、ありがとうございました、また来てください、お邪魔しました、ありがとうございます。すいません、なんかあんな感じで大丈夫だったでしょうか。こっちお邪魔する。あんな感じでなんか。いや、呼んでもらったみたいな。なんか失礼なことはなかったですかっていう意味で。今の前え、前さん、前。あ、久しぶり。久しぶりです。今日なんですか。え、会議です。なんか競技と建て替えの。コンさんと質問見てます。ありがとうございます。にゃんこちゃんまた増えましたよね。さっき配信で名前あの出してました、勝手に、あ、そう、ありがとうございます、ありがとうございます、ボートレースカラッツさん、今回は本当にありがとうございました、ありがとうございました、さあお邪魔したいと思います、はい、ラブチャンネルの皆さんもありがとうございました、ありがとうございました、チャンネル登録、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします、また見てねー。